色彩選定。はい、どうもコスケです。色彩選定何回やるんだよというわけで今回ね、はい、結構もう話題にもなったかもしれないけど、はい、このなんか話題になったの俺の中で。あ、そうなんだ。あ、4つの中とかじゃなくて、うん、数とかも入ってくるんだけど、うん、1つだけちょっと色が違うっていう、まあ、もう今この現時点で、これで言うと左下なんだけど、違うだろ違う、右上だろお前大丈夫か。その選定なんかこれテストできるらしいから、はいはいはい、はい、ちなみにコスケさんはお分かりの通り今回ですね、私、はい、非常に今眠いですすごく眠い。いやだって俺だってもう早く帰るからもう、ああもういいでしょとか言ってすごい冷めた感じで俺今帰るしたのに、今日がいや撮ろうと言って、はい、これだけは撮って帰ってくれと。はい、終わりました。じゃあコウスケさん、俺いいの、あの前々回以前くらいに俺タッチナンバーっていう、ああ1から25で余裕の1位取っちゃったから、ああコウスケさん、はいはいはい、20何秒でさみんなの前で恥かいたじゃん。いやでも十何万人の中で恥かいたから、はい、やめろ。だから今回はコウスケがね結構リプライで、いや私もそうですよって言ってきたのにじゃあ終わりました。お願いします。これ何、測定開始、選定開始で。ああでいいよ。はい、じゃあいきます。はい、あ色変わるんだ。あ、もうわかんない。あ、もうわかんない。すげえな、すげえ。これミスの回数もね含まれるからね。あ、そうなんだ。ああミスされしたらそのミスの分だけ点数が減るのかな、秒数が減るのかもしんない。秒数が減る。ああ、まあまだ俺もまだこれね正直アプリをダウンロードして1回しかやってないからよくわかんねえや。これ難しいな。 あと8秒、9秒、8、7、6。あ、これ難しい。5、4、3。これ難しい。2、5。これ難しいわ。一番左だって。へぇ、レベル20。あなたなんか平社員デザイナー会長からの一言、やる気あんの？あー、オッケーオッケー。でもこれ結構このグレーは難しいかも。難しい、うん、よし、いやもう終わりですよこれで。いや、あんたやりなさい。いや、ちょっとあんたやりなさい。これはいいですよ。あんたもやりなさい。ほんとにいいですよ。ちょっとじゃあやってみて、本気出してみて。はい、ちょっとメガネ外します。あ、でも俺よりいいかもしれないから、はい、はい、いきますよ。それでは、キヨさんの挑戦です。スタート。これは分かるでしょ、さすがに。うん、はいはいはい、分かるでしょ。あー、んおい、はいはいはい、いいじゃん、ほら。あ、結構おい、俺よりいいじゃん。結構いい、分かるのが分かるな。ペースいいよ。あっ、あ、俺、あこれね、さすがにコウスケ超えちゃうとコウスケの立場がなくなっちゃうから、まあそこら辺はしっかり考えてんなきゃいけないよな。あー、これ結構遠目にしてみるとわかんのかな。あれ全然コウスケ喋ってないけど、どうしたの。あー、あ、ここだ。あ、意外とこう見ていけばわかる感じなのか。あ、話したらわかるな。あー、これわかんないな、ここの色。あ、これだ。あ、意外とでもいけてんな。あ、ここだ。あー、このね、紺色系、なんかね、なんかダーク系になるとね、ちょっとわかんなくなるよね。あ、これだ。はい。で、ピンク。あー、これ、あ、ここだ。あ、俺、あ、いいぞまあまだコウスケ超えてないだろう。これは大丈夫だろう。さすがにね、タッチナンバーで勝って、これまで勝つのは失礼だからな。あー、あ、これだ。あ、間違った。やばい、ミス1回振り付いちゃった。あー、どこだ。あ、やばい、3秒しかない。あ、これだあれなんか全然声聞こえなかったな。あー、あー、もうわかんねえわ、これはわかんねえ。あ、わかんなかった、2回になっちゃった。これで結果が、あれ、あなたなんか本部長出ないじゃん。会長からの一言、驚いた、君は天才だったか。いや、あのね、ああ、一言だけ言わせて、はい、俺の色が悪い俺の色がもう一回やらせてもう一回やらせてもらって俺の時の色マジで悪い。白なんてわかんねえだろ、まあ、もう一回だけやらせて。わかった、いいよ、よし。まあ俺のこの結果をちゃんと受けてね、あのその代わり前に。オッケーオッケー。急にね、喋んなくなったからびっくりしちゃったよ。いや、なんかあれと思って、急に20すぐ超えたから早かったいきます。はいお、早いなー、すごいスピードで12。この色さ
この色さ。いや言っても俺もそういうのあるからな。ああ、いいね、意外と早いな。この色さ、いやこの色さ。いやこの色俺識別できないんだけど本当に。マジで言っていい？左下から上、下から2番目だと思う。あ、本当だ。分かってんじゃねえか、分かってんじゃねえか。いやこの色さ。いや左下からさ。いやこの色さ。分かるだろ、分かる。あ、でも画面変えてみたら分かるわ。分かるでしょ、返しの画面に見たら違うわ、全然色は。でしょ。あ、いけてるよ、さっきよりいけてる、いけてる。あ、分かった。あ、もういけてるわ、この色さ。あ、でもこれ慣れてきたんじゃない。この色さっていう。そのワードやめろや。よし、分かんなくなった時のそのワードやめろや。あった、おお、あと10レベルで俺になる。分かった、はい。あ、すごい、目に見たらいいかも、俺。これいけてるね、これこの色ね。始まった、始まった、始まった。いや、始まった。俺分かったわ。右上から3番目だよ、これ。うん、ね。あなたなんか次長デザイナー会長からだけど、まだまだいけるよ。おいおい、俺の iPad はクソつまんねえよ、おい。クソつまんねえよ、今度。いや、もうちょっとくじやってみて、一回。一回お前やってみる。何これ、これこれ、いいよ。さっきどうしたのな、コウスケのさ、この色さっていうさ。なんでこっち怒ってんの。なんで怒ってんの、コウスケは。いや、怒ってない、怒ってない。自分の結果に納得いきたいから、もう一回どれよ。あ、でしょ、言ったから違ってる。ネタガリ出てくるんじゃねえよ。ネタガリだよ、みんなネタガリだろ。これでコウスケこれやりたらどうする。これ、これ、これ、あ、これむずいな。あ、これむずくね、こっちの画面に見える。あ、これか、これ、これ、これをむず、あ、これか。で、これ、これ。まあまあまあ、正直18ぐらいまではね、これか、すんなりいけるんだよ。マジで？あ、結構もうこっからむずいよ。まあ、こっからこっから。淡い色くるね。こっからがあれでむずくなる。うん。うわ。え？どれだこれ？あー、あった？あ、違う。あ！あ、これか。これ。あ、え？もう。この色さ。出ました、この色か、出ました、この色さ。俺は分かった、俺も分かった、俺も分かる、うん、目痛い。え、どれだこれ。右下2段目の左、あ、右から3だよ、うん、あ、本当だ、あ、面白いこれ。あ、主任だ、あ、なら主任デザイナー。そんなんじゃ誰もついてこないよ。はい、ありがとうございました。別にどうでもいいんだけど。はぁ、あ、ムキリだって俺のバカみたいじゃん。というわけで、コウスケ申し訳ない、2回連続俺の勝ちだ。いや、くそ。なんで怒ってんの。くそ。どうもどうも、今みんなの画面には黒い猫とかがいる、すげえ手抜きの何かが映ってると思うんだけど、説明します。単刀直入に言うと、チャンネル登録を良ければしてほしいんだよね。まずパソコンの人、パソコンの人はこの画面上部のチャンネル登録はここをクリックじゃっていう、あまり面白くない分あまり面白くない分、ここから飛べばね、登録できるかと思います。次、スマホの人、スマホの人は、動画説明文のチャンネル登録ヨロップ、もうこれに至ってはつまらない。これに至ってもつまらない分なんだけど、そのね、矢印の横にある URL、 そっから飛んでもらえればチャンネル登録ができるかと思います。それでは、チャンネル登録していただければ、俺の、肘とかもな、肘が治る気がするんで、別に怪我してないんだけど、肘治るんで、よろしくお願いします。